観音寺城。かつてこの地には、近江の国の南半分に派を唱えた、六角氏のお城がありました。山全体が、ほぼ石垣でできているような大規模な山城で、当時の六角氏の栄華を垣間見ることができます。そんな観音寺城も、織田信長の上洛戦であえなく落城。鎌倉以来の名門、六角氏は没落していきました。今回、山城巡りは体力的にもしんどいので、麓にてお花見をして、おしまい。